今回の動画はこちらのユニクロで使いやすいパンツ、タックワイドパンツをご紹介していきたいと思います。どうも皆さんこんにちは、川島貴博です。いつもご視聴ありがとうございます。今回はこちらユニクロのタックワイドパンツをご紹介していきたいと思います。以前春のプチプラコーデみたいな感じでね、その中の商品の一つとして取り上げたんですけども、その時もね、視聴者さんからすごくね紹介してほしいみたいなコメントだったりとか DM をねいただいてた記憶があるんですけども、今回その新色でね、こんな感じのダークグレーというかチャコールなんかがあってね、いいなと思ったので購入していきました。前回はね S サイズ購入してたんですけども、もう暖かい季節になってね、暑い日なんかもあるので少しゆったりと履きたいので、そもそもがねワイドパンツっていう風についてるものなんですけど、 M サイズで前回よりもワンサイズ上げて購入してきたので、少しねきれいめなパンツにはなってるんですけども、軽く緩く履いてサンダルなんか合わせてもかっこいいかなっていう風に思うので、後ほどコーディネートなんかも合わせてねご紹介できればという風に思っておりますっていう感じで、こちらのねパンツをねご紹介していくんですけども、単品紹介初めてなんでね、いろいろご紹介していきたいと思います。こちらの商品名っていうのがタックワイドパンツってものになってまして、丈標準っていうものになってます。なんかねいろいろ丈違いのものなんかも売ってるみたいなんですけど、オンライン限定かな、僕は店頭で購入してきたのでこちらになります。価格なんですけども、ちょうどセール期間中でね2990円で売ってました。定価だと3990円なんでね、シーズンセールみたいなものを狙ってみるのも一つの手なのかなっていうふうに思います。サイズの展開は XS サイズから 4XL まであって、 XS サイズと WXL、3XL、4XL に関してはオンラインストアのみになってるので、僕はワンサイズ上げたんですけど、もっと極端に上げたいみたいな人はね、オンライン限定のサイズになってしまうのでご注意ください。ただね、ここまでまあ綺麗系のパンツなんでね、あまりにもでかく履きたいっていうのはねちょっと難しいのかなというふうにも思います。で、色展開なんですけども、今季に関してはグレー、ブラック、ネイビーの3色展開になっていて、ネイビーもかなり良かったですね。ただやっぱり暗すぎるカラーとかだと季節感を出す時にね、まあトップスで半袖使えばいいと思うんですけども、僕はね大体サンダルとかも黒を合わせたりとかするので、足元が真っ黒になっちゃうので、あえてこのねグレーのカラーをチョイスしてみました。素材に関しましては、本体 67% ポリエステル、 29% レーヨン、 4% ポリウレタンになってまして、かなりね河川感は強いんですけども、見た目はねすごいコットンライクというか、少し光沢のあるね綺麗な感じのパンツになってます。でストレッチも入ってますし、履き心地的にはすごくいいと思います。縦にも横にも伸びる 2way ストレッチっていうね機能を採用してるみたいで、付着した時にもね、これやっぱ履きやすいなっていう風に、前回買ったねカーキのカラーに関してもね S サイズでジャストサイズだったんですけども、突っ張り感を感じることもなくてすごく心地いい履き心地になってました。でこちらのパンツの特徴なんですけども、裾に向かって直線的になり、スッキリと見えるシルエットになってるので、テーパードはね、そこまでかかっておりません。上はねやや浅めに設計しているので、本当にねシャツを使ったコーディネートとか、あと今の時期だとポロシャツとかオフィスカジュアルなんかにもね、タックワイドパンツって書いてあるんですけども、ジャストサイズくらいでね履いてあげれば全然問題なく使えるかなっていうふうに思います。あとはねケア面で嬉しいのは、洗濯後でもシワになりにくくお手入れしやすいっていうところがね、やっぱりいいポイントだと思いますので、今の時期だと梅雨か、もうそういったところでね室内干しとか乾燥機にかける人もいると思うんですけども、そういった時にもねシワになりにくいっていうのはめちゃくちゃ個人的にありがたいポイントになりますっていう感じで、ね、他にデザインで言うとね、フロントの方にワンタック入ってて、ケツのポケットの上にダーツが入ってて、あとはケツポケットはボタン付きで、ボタンなんかもね同系色のね、さらにこういうブラックで締められているので、とてもねシンプルに着回しやすいようなものになってます。あとは嬉しいのがね、個人的にはこの内側にドローコードが付いているので、切れ目に使いたい時は、ね、ベルトを使って、外ミットしてはイージーパンツの雰囲気はないんですけども、そういうベルトなんかしなくてもね、このウエストの後ろの部分、ここにギャザーが付いてますので、フロントのねドローコードと合わせてイージーパンツのように履けることもできるっていうところがね嬉しいポイントになってます。ただね、前と後ろにセンタークリースが入ってますので、前から見たシルエットもね、ワイドパンツなんですけども、スッキリと見えるような、ほんと少し外観を追加したスラックスみたいな感覚で履けると思うので、個人的にはいいかなっていうふうに思います。っていう感じでちょっと履いてみますね。はい、着用してみました。こんな感じです。グレーの色が綺麗ですね。明るすぎず暗すぎずっていう感じなので、季節的にはオールシーズン使えるようなものになってると思います。今ねこうサンダルで合わせちゃってるんですけど、スニーカーで合わせたりとか、あと秋冬なんかブーツだったりとか、タングツ、ローファーとかね合わせてあげてもすごくね雰囲気合うと思います。前から見てあげると結構ねセンタークリースのおかげで細身のパンツに見えると思うんですけども、横から見るとねやっぱりこの渡りだったりとか、程よいゆとりがある感じがねこのパンツの特徴だと思います。で、生地的にもストレッチがすごいから、もうなんだこれはっていう感じ
感じですね。このままスケボーをやったりとか運動しても全然問題ないくらいの履き心地の良さになってますね。シルエット的にはね、ストンと下に落ちるようなほとんどテーパードのかかってないものになるんですけども、ワーク系のパンツとは違ってね、少し上品さなんかがあるようなデザインだったりとかシルエットになっておりますので、普段ディッキーズとかね、レッドキャップ、まあそういったねワークパンツ好きな人にもね、雰囲気違いでこういった履きやすいパンツをおすすめできるかなっていうふうに思います。ちょっと下半身メインに変えてみます。はい、画角変えてみました。こんな感じですね。フロントのところのワンタックがあるので、このドレープ感だったりとかすごく綺麗に出てますし、2タックほどね腰回りのゆとりがね多く取られてるわけでもないので、ほんとスキーとねオフィスカジュアル等でも使っても問題ないと思います。ポロシャツとかシャツでね綺麗系のもので合わせてあげると雰囲気またガラッと変わってくると思いますね。生地感的にもね、程よいツヤというか河川感マックスな感じではなく、コットンライクなね質感だったりとかもね、とてもお気に入りのポイントです。そういったところがね、ワーク系のアイテムとねシルエットは似てるけど、こう差別化できるよっていうポイントだと思います。うん、すごくいいです。今ねレングスがねワンクッションできるくらいなので、こういう風にあえてねワンロールくらいしてあげて、ビッチサンダルとかレザーのサンダル、スニーカーなんか合わせてあげてもね季節感が出しやすいかなっていう風に思います。っていう感じで、ね、今回はこちらのねタックワイドパンツを使ったコーディネート3つくらい組んでみたいと思います。夏を感じるようなコーディネートにしたいので、足元は軽くねサンダルだったりとか、上は半袖のものが多くなっちゃうと思うんですけども、このパンツのね綺麗さってところを活かしつつ作れたらいいなっていう風に思いますので、お買い物の参考になったら幸いです。ではどうぞ。っていう感じでコーディネート3つやってみたんですが、いかがでしたでしょうか。本来ねちょっと綺麗めなパンツだと思うんですけども、あえてね僕らしいというか抜けた感じだったりとか、おじいちゃんっぽいアイテムで合わせてみたんですけど、どうでしたでしょうか。1個目はねシンプルに T シャツで合わせようと思ってたので、ヘンリーネックの T シャツを合わせてみました。こういうチャコールにね少し気なりのタイプのヘンリーネックのタイプを合わせると、サイズ感ミスっちゃうとね本当おじさん臭くなってしまうんですけども、程よいゆとりのあるパンツだったりとか、それにねレザーのアイテムだったりとかでサンダルを加えてみたんですけども、あれを B さんとかにするともっと抜け感が出るんですけど、やっぱレザーのサンダルとか、あとはタングツとか、そういったところで少し締めてあげるだけで雰囲気がガラッと変わると思うので、 T シャツシンプルに合わせたいんだったらね小物で調節しようっていう感じです。で2個目のコーディネートに関しましては、少しストリート寄りに持っていこうかなと思ったので、小バンズのスリッポンと古着のねスラッシャーのロンティーを合わせてみました。夏でも室内で僕結構ロンティー着るので、あんな感じでね快適に過ごそうかなっていうふうに思ってます。特にこの倉庫の中クソ寒いんでね、ロンティーだけでも寒い時があるので、あんな感じがベストなのかなっていうふうに思います。で最後はね古着をちょっと合わせようと思ったので、古着のねキューバシャツに CT70 合わせてっていう感じで、すごくシンプルなコーディネートなんですけど、古着のこういう風な何色っていうんだろうね、これターコイズブルーのくすんだようなカラーなんですけども、あえてこのくすんだチャコールとくすんだブルーだったりとか合わせてあげてもね、古着にも合うような感じになってきますので、カラーのねこのベーシックさってところを活かしつつ、色物で赤とか入れてあげてもすごくかっこいいと思いますし、普通にねモノトーンでも合うんですけども、あえて色物を少し渋く入れてみるっていうのもありなのかなっていう風に思います。他の展開だとねネイビーとかブラックがあるので、すごくどれもねシンプルで使いやすいカラー展開になってると思うので、もっとねシックに使いたいとかやったらブラックとか、逆にねアースカラー系のものを合わせたいなっていうんだったらネイビーとかで、ね、もっとね合わせやすいと思うので、価格も価格ですごく安いと思いますので、よかったらねいろいろ見てみてください。はい、っていう感じで今回はこちらのユニクロのタックワイドパンツをご紹介させていただいたんですが、いかがでしたでしょうか。楽に履けてね今の時期でも使いやすいのでね、かなりおすすめのパンツになっております。すごく定番にもなってると思いますし、話題にもなってたので、もしてるよって人も多いと思うんですけども、夏に楽なパンツねえかな、でもちょっと河川感の強い質感が嫌だなって人にはね、こっちのタックワイドパンツとても使いやすいと思いますので、よかったら見てみてください。っていう感じで今回の動画は良かった、参考になったとありましたら高評価やチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画で会いましょう。バイバイ。Spend this time in your head.